駅部は、大阪府東大阪市の旧地域名。大ね東大阪市立駅部中学校の学区及び、東大阪市立市北中学校の学区の一部に、あたる。本校では、大ね同地域にあった、中郷地軍医、駅部村についても述べる。大ね市や東、新家、新家西町、新家中町、新家東町、荒本北、荒本、河本西。 荒本新町、三栗屋、三栗屋あずま、三栗屋中、三栗屋南、三栗屋西の町、三栗屋栄町、七軒屋の各町町に相当する。い、木辺の名称は1889年の市町村政治史に伴う村同士の合併により誕生し、それまでの旧村名は大技名に引き継がれた。そういった経緯からい木辺という名の地名は今までに存在せず、 現在でも学校名、交差点名など、地域一体の総称となっている。東大阪市中西部の、おおむね近鉄奈良線より、北、中央大通より南で、大阪中央環状線を中心軸としたあたりの、地域に該当する。また、旧肥市江川川床を開発した、旧肥市や東に行った地域も、旧位、木部村地域である。大阪中央環状線位、木部東交差点。 高本古道橋付近、大浅市や東地域内に飛び地がある。旧安越奈良街道と旧河内街道の交点旧菱や東神殿の南東側の地域にあたる。地域内で安越奈良街道と河内街道の旧街道が交わる。主な施設、旧石旧菱や東神殿の北西側の地域にあたる。池辺村に関するカテゴリー。ありがとうございます。